各基本領域が19領域ありまして、そこの専門研修プログラムに皆さん入っていくわけなんですが、各科で、その3年間で、専門的な診療ができる、プログラムになっております。各専門研修プログラムで、3年間で必要なここまで学んでほしいという到達目標がありまして、でそれに、達するようにきちんとこう指導医が、到達度を見ながら指導していくという、足りないところはちゃんと補っていけるように指導していくと、そういうプログラム各科で持っております。それに加えてですね、慈恵大では科を超えた教育もやっております。でそれは全員集まって、病院として必要な感染対策のこと、それから医療安全のこと、そして後輩を育成する教育のスキルを学んでもらうということを1日かけてやっております。付属病院としてその初期研修から2年間、それから後期の3年間、この合計5年間を通年でこう彼らを見ていく、院長のもとにですね、足りないスキル、あるいは伸ばしてほしいスキルをどんどんこう伸ばしていけるようなシステムを取っておりますので、安心してこう5年間を過ごしていただけることになります。で事実2年間初期研修を終えた先生たちの9割ぐらいが例年そのまま慈恵の後期研修プログラムに進んでおりますので、初期研修の満足度というのが非常に高くてですね、そのまま後期のプログラムに行くという例年の傾向があります。我々もそうだったんですけども、先輩からいろんなことを教わります。でそれを教わったことをやはり後輩に、ぜひ引き継いでいきたいと、そういう気持ちの強い医師がいっぱいいます。ですからよく教育の慈恵と言われますけれども、後進を育てたいという強い意識を持った医師がいっぱいいますので、安心してその慈恵医大の、研修に来ていただければと思います。